どうもこんにちは、デミコです。はい、ですね、今日はですね、何をやるかというとですね、まずはね、お詫びをしなければなりません。はい、ですね、今年2021年、もうね、あと数日を残すっていう感じになってきましたけれども、ここ数日間ちょっといろいろ考えてね、まあまあ来年の干支は虎だっちゅうことでね、それをね、やりますかって聞かれて、はいやりますっつって、まあ、考えてたんですけど、ですね、系統がない。いや、いろいろ考えたんですよ。あ、この組み合わせでやろうかな。あ、でもこっちの系統でやろうかな。やってみたんだけど、いやないんだわ、系統が。いいのが。で、ちょろっとじゃあパリ行って買ってこようかな、なんて思ったんですけど、いつもの店閉まってました。はい。年末から年始にかけて、まあ、お休みということでね、バカンスということで閉まってると。で、まあ、この系統使いたいなとかちょっとあって、で、それを売ってんのが、まあ、そこしかない。とりあえず。今年用に作ったあの牛ね、牛。うん。あのぐらいの大きさにしたいわけですよ。そうすると、今回ね、虎を作るとなると、ちょっとね、まあ、あれと同じ毛糸、もしくは、もうちょっと細いやつ。うん。で、作りたいなと思ってて。でも今持ってるのがね、コットンの糸か。でね、コットンの糸でちょっと試してみたんですよ。試したんだけど、どうもうまくいかないっていうか、なんか、やっぱり肌触りが、私はね、編みぐるみとかアイノの場合はね、やっぱりね、ちょっとね、柔らかくしたいんだよね。うん。で、コットンでやるとやっぱりちょっと固めになっちゃう。ね、それも気に入らない。うん。というわけで、持ち越しです。はい。やらないのではなく、いや、私自身はやりたいんで、うん。持ち越し。うん。店が開くまで待って。みたいな。なので、年越してしまいます。はい。というわけで、そこでちょっとお詫びをしようと思います。というわけで、その代わりと言っちゃなんですが、今日は何をやると何をやるかと言いますと、まあ、もちろんタイトル見てね、皆さん、お分かりかと思いますが、今日は、なんならじゃあ、まあ別にそれ作るんだったらコットンでいいかなっていうことでね。うん。この白と、あと、そうだな。こっちかな、やっぱりな。これかな。これな。こっちかな。ね。こんな感じで、この辺の色を使って、鏡餅をね、やろうかなということでございます。随分簡単なものになったな、みたいな。感じもしないでもないけど。まあまあまあ、まあまあ、そうは言わずに。でもやっぱり、鏡餅も必要じゃん。うん。いや、細かくやってみますよ。鏡餅だって、あれですよ。あれですよ。一応、あれですよ。ちゃんとやりますよ。うん。というわけで、さっきからちょっと試作をちょっとね、作ってましてね。まあ、ちょっと、ほどいたんですけど。うん。ほどいたんですけど。いや、っていうのもね、なんかね、立ち上がりのある編み方をちょっと円で編んでて、いや、別にでも持ち編むんだったら立ち上がりいらないじゃんと思って、そっちの方が綺麗じゃんと思って、ちょっとほどいただけなんで、大したことないです。はい。ラーメン確かにね、テーブルっていうか、デスクの下にあるんですけど、まあ見せません。はい。大したことないんで。はい。というわけで、じゃあ、早速やっていこうと思います。で、使うのは、この、カトナね、CPS、カトナ。105番。なんだっけ、なんて色だったっけ、なんか、色の名前あったけど、忘れちゃった。はい。忘れちゃいました。すいません。はい。なんだっけ、素敵な名前だった気がするんだけど。あ、違ったっけ、これじゃなかったっけ、まあいいや。で、これが、383番。うん。なんか本当はね、もっとオレンジした色が良かったけど、オレンジしたやつがないんだわ。もうちょっと黄色っぽいやつか。まあこんな感じの、腐ったみかんみたいになりそうな感じの色で、ね、腐ったみかん言うな、みたいな感じなんだけど。まあまあまあ、まあ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 、まあ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 。で、あとはまあ緑系のやつもね、ちょっと使っていこうかなと。それはちょっと泳い出していこうかなと。ちゃんとありますよ、ちゃんと色はね。うん、あるけど。出す前に、はい、取り始めちゃったっていうだけの話、いつものことでございます。はい。準備が悪いんでございますけど。じゃあ、早速始めていこうと思います。で、まあ、簡単ですよ。ね。もう鏡餅や。いや、やっちゃおうぜっていう話でね。うん。で、今回は、まあ、しっかり止めていくから、ちょっと二重にしとこうかな。ね。これで、二重に取って、で、普通にね、円で、編んでいきます。で、真ん中6ですね。6で細編み。
ちょっと待ってね。私はね、ここの一番最初のところはちょいとこう緩めに取っておくと後が楽っていうことでね。うん、これコツです。キュッと締めちゃうと取りづらいからね。うん、4、5、6、はい、6。ちょっとこれ引っ張ってで。あの輪の作り方は輪っちか円柱か何ちゅうのこの円の作り方ね、引っ張ってこうちっちゃくなった方をこう引っ張るとね、またさらにこっち側でね、こう引っ張って閉じてギュッとギュッと閉じてでグッと引っ張るとね、はい、でこうかこうやで、これ、あ、そう、使ってる針は4号でございます。本日ね、4号、はい、4号です。でこっちから数えて 1,2,3,4,5,6、 はい、6番目にここ針を入れる。あ、ちょっと大きくするのがちょっと不十分でしたな、うん、こうなるからちょっと大きめにするんですよ最初は。はい、でこれで引き抜かない、引き抜かない、引き抜かないよ今日は。はい、ということでそのまま編んでいきます。1で編んだら目印入れとかないと分かんなくなっちゃうかね今日はね。でここでこっから普通の円のよう、円と同じですね。なので同じところに2目入れて増やしていきます。で隣も2目入れて増やしていきます。であんまりギチギチにならないように今回は気をつけながらやらないと、あのコットンで編んでるんでね、うん、あのガチガチのもうすでにあの乾燥しきった、ねあれみたいになっちゃうんで、鏡餅みたいになっちゃうんでそこそこね普通に、まあ、ゆったりとは言わんけれども、まあギチギチに編まないようにね、もともと力がどうしても入っちゃう方なんでね、気をつけてこの辺は編まないといかんというわけで、はいはい。でこう編んできたら外して、一周編んできたので次ここまず2目早速編み入れて、最初の目ね、これね。で最初の目の方に目印入れておいて、次は1つで、また次に2つ、で次1つで2つ、1つ、この段はそんな感じでね、12目だったやつをね、うん、18目に増やしていきます。これで1で次が2だね、2、ここが2で1、2、ここ2目ね、ここは2目入れて、で最後1目で終了、1目で終了で次の段からね、またね、今度はまず18目だったのを24目に増やしていくので、まず1、2、ちょっと待ってね、2と編んで1つずつ編み入れて、ね、ここいらで2目にしときます。1、2で、ね、2目入れたんでまた1、2とそれぞれ入れて、でここで2目入れる、また1目と入れて2目入れる、
で次もまた一目入れて二目入れる、こんな感じでね、一目で二目、一目二目、はい、こんな感じで今24目になってるかな、1ね、24目になってるよね、123、え本当1234が24目になってるね、今24目ね、こんな感じで何目までだっけな、8だから8678目までこんな風にして円で増やしていこうと思います。はい、これで増やしていきますよ。で次はだから今次が5段目なのね、5段目だから2引いてだから1個ずつ入れていく目は3個っていうことになります。段数引く2ね、12、ただその重ならないようにするんで目がね、でここで2目入れます、3で最初ここなんで、ちょっと最初忘れないようにね、これすぐ入れといた方がいいですよ、分かんなくなっちゃうとあれだからね、ここ入れといて、で今2目入れたから要は1、2、3と1つずつ入れて、でまたここ2つ入れるね、そんな感じで、じゃあこれで全部でとりあえずね、48目までってことは今12345段目やってるんで、8段目までとりあえず編んじゃおうと思います。はい、どこで入れたっけすぐ分からなくなっちゃうね、今入れたばっかじゃんね。はい、というわけで123で12、はい、これで48目編んできました。はい、でこのあとどうするのかっていうと、この48目のまんま、とりあえず3段ぐらい編んでいこうかなと。とりあえずどういうこと、いや試作してないんです。試作してないんです。はい、試作してないので、となるとですね、ラーメンの確率が上がってくるわけでございますですけれども、まあ、とりあえず3段ぐらい編んでみようかなとね、48目でね、このまま3段ぐらい編んでいこうかなと。ちょっと待ってね、別のだからあれだわ、目印もつけといて、ここ今2段目だけど1段目はここよって、ちょっと待ってここでしょ、1段目ここや、ここね、48目の1段目がここ、ちょっと通らんがよし、いいよっと、はい、こんな感じでちょっとね印つけといて、はい、これ3段目今終わって3つ3目編んだんだけど、ちょっと待ってね、さあどんな感じかっていうことですよ。そうだね戻していこうかな、あと1段編もうかな、あと1段編みます。はい、さあちょっとこれで4段編みましたよ、4段編んだので、そうね、じゃあこれで少し閉じていきましょうかね、ちょっとこれ結んどこうか、結んどこっちかくっつけとこうね、はいはい、つなぎました。これでじゃあね、今48目あるんで、次、48目から6引いて42目に減らしていこうと思います。で今1、2って2目編んだけど、ここは1、2つって1目減らして、1、2、3、4、5、で6、
6編んで7と8を一緒にする。おお、ちょうどよかった。つなぎ目が1 2 3 4 5 6と編んで1 2で閉じるね。こんな感じで、まずは42目にしていきたいと思います。3 4 5ね、一周してきて48を42にしたので、次もっと減らすわけだけれども、これが5目編んだら6 7ね、次の段は5目編んで6、7で一緒にしますね。2目一度1 2 3 4 5ってやったら、次6と7で閉じる。はい、こんな感じでございます。はい、こんな感じで閉じていきます。はい、で次の段、次の段はとりあえずちょっとここ一つ編んで1、どこで減らそうかな、2、ちょっとこの辺で1回減らしといて1、2と、で次3 1 2 3 3番、ね、3目進んだからここに入れといて、でここで次は42目の6で36目だったのを、30目で減らしていくんだから、ちょっと待ってね、ここが2つ減らしていくから1 2 3 4で5 6と、これでいいんじゃない、5いいんだよね、5 6 5になって6で30に減らすのがいいんだね。はい、じゃあこんな感じで最後6目ずつ、1段で6目ずつ減らしてって、最後ここね6目にしていこうと思います。はい、とりあえず12目まで絞ってきました。ここで何をするかというと、とりあえず綿をちょっと入れておこうかなと。あ、もうここは赤いらねえかね、これも赤いらないか、ちょっと取りますね、取ってここを入れといて、でちょっとこの状態でね綿を入れていきます。はい、綿、はい、はい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 、さあどのぐらい入るかな、うまくきれいにね丸くなるといいんだけど、そうなるようにずらしずらしでこう目を増やしたり減らしたりしてるんだけど、いやどうかな、入れてみないと分かりませんな、ね、結構でもね綿入るからねこれね、パッツンパッツンに入れていこうと思うんだけど、まあそうね、このカックンカックンしたのが出ないようにしたいんだったら、まあ柔らかい毛糸使った方がいいかなとは思うんだけど、いいんじゃない、ほらほらお餅っぽくなってきたよ、あなんか雪見大福みたいになってきた雪見大福みたいになってきた、雪見大福そうや食べなかったな今回な、雪見大福好きなんですよ、うん、美味しくないだってね、あれね実は外国人でも非常に受けが良くて、フランスでも受けが良くて、とうとうあれでしょう、あれでしょう、お隣の警告企業がパクりまして、いや本物持ってますよ、はい、ミキメイ大福ね、普通にあれ輸入されてますけど、大人の稽古がパクりまして、でその稽古が作ってる雪見大福
みたいな、ああいうやつね、が今あれですよ、いろんな店で出してますよ。あのエセジャポとかでデザートとして出してますよ。またやられてるわ本当に日本はね。自分とこで出しときゃいいのに、自分とこで出さずにね、でパクられて、ほいでよその国に出されて、そっちの方が、外国では主流になってしまうっていうね。ほいだらあれですわ、もうあれでしょ、期限主張されちゃうわね。特にね、お隣の渓谷からなんか出されちゃって、ひにゃっていう感じなんだけど、まあまあまあいつもそんな感じですわね。でもね、はい、じゃあこんな感じで、あんまりギチギチに入れて、なんつうの、あのパッツパツの、あの弾力性のないものになっても嫌なので、まあある程度こう丸い感じになったら、まあ閉じていきましょうかねっていう話でね。うん、これはもういいだろう。最後ね、6目で閉じていくので、6目にするので、つまり1、最後は1、2と拾って閉じ、1、2と拾って2目一度。そうだから全部パクられちゃうじゃん、あんなね。雪見大福あれですよ、だからあれに似たデザートがもう本当にいろんな、なんていうのかな、そのレストランとかでこうデザート出せるようになってて、しかもそれを日本人のお店までが使っちゃってるっていうね。それはちょっと私は嘆かわしいなと思うんですけどね。こんなもんでいいかな。いくつになった今で、1,2,3,4,5,6,7 だ。あともう一個だね。はい。で、あと最後、ここが最後、ここと、ここ。で、キュッと閉めて。ね、どうよ。これで今、6目に閉まったわ。で、もちろん、これはこうした後にはい締めていくわけですけど、まあでもこれはねあれですよ、そんなにどうせもう見えなくなっちゃう場所なので、そんなに気使って締めることもなく、まあ軽く締めておけばいいかなという感じでございます。はい、こんな感じでいいんじゃないですかね。こんな感じで、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。で、中を通して、ね、で、切ると。で、ちょっともにょもにょもにょってやったら OK ですからね。はい。で、これでちょっとできました。さあ、ここでね、見てください。この大きさです。だいたい、今48目でやってますからね。48目で、6.5 センチぐらい。6.5 センチ。さあ、これを、上段にするか下段にするかでございます。はい、どうすか、ちっちゃいのにする。そうするとでもみかんが相当小さくなるよね。でみかんがこのぐらいになって下段、そうだね、上段にしようかね。じゃあ下段は何目にしようかっていう話で、同じように下段をね、これね作っていきますよ。下段、これが48目、最大が48目なので、とりあえず下段は60目ぐらいにしてみようかね。ちょっと60目まで、じゃあ輪っかをねちょっと編んでいこうと思いますよ。うん、お腹空いてきたな。お昼時間だお昼タイム。ちょっとどうよこれ、かわいいね。なんかちょかわいくね。じゃあ、花壇の持ちを編んでいこうと思います。はいね、こうしてで、ちょっと余裕持たせて1,2,60目。はい、これ周り一周60目まで編んできましたけど、さあどうしようかな。66にしようかな。バランス的にねどうかなと思うんだけれど、ちょっとそうね、このぐらいが可愛いかな。やっぱりあんまりね、だってうーん悩むな。こう降りてきて、
こう来てて、もう少し小さくなるんだから、引っ張られてね、2目こんなもん、3目にするとこんなもん、いいや、はい、もう一周編みます。はい、これで66目になったので、ここからこれでいいと思うんだね。いいんじゃない、ちょうどいいんじゃない、これで今ちょっとこれわかるかな、こうちょっと上がってる感じを見るとこんな感じで上がってくんで、まあ、ちょうどいいんですかね、ね、ちょうどいいぐらいなんで、でこれで66目ね、66目で編んでいきますよ。1、2、3で、この時点ですでにもう2段目に入ってるわけだからね。なのでなんだ編もうかな、1、2段目でここが1段目になってね、66目の1段目になってるから、これ入れといて、とりあえずこっちでは何段だっけ、4段5段4段5段、何段だっけ、4段編みます。このまま66目で、はい、1、2、3、4、5、4段、はい、4段編んできましたよと。じゃあここでね、ちょっとまた締めていこうと思います。はい、なので今は、66ってことは1、ね、どうやって閉じていくかというと、今66目だから1、2、3、4、5、6、7、8、9で、10と11を一緒に閉じるね。1、2、3、4、5、6、7、8、9で、1、2と、はい、そう、こんな感じ、こんな感じ、はい、結構いい大きさなんじゃない、あ、いいんじゃないの、はいじゃあこんな感じでこの段ね、締めていこうと思います。1、2、はい、というわけで2つ目も編み上がりました。こんな感じで裏はこんな感じになっております。はい、はい、でこれこうやってほらね、ちょうどいい感じになったんじゃないかということで、はい、ここら辺に置いといて、はい、次はじゃあちょっとみかんの色がちょっとおかしいけど、ちょっとおかしいけど、まあでもちょっととりあえずこれで編んできますよ。来年に向けてね、うん、オレンジ色の系統を買ってきます。はい、買ってきます。今年はもうこれでちょっと、勘弁許してっていう感じで、はい、でこれも同じようにね、6目から始めていこうかなと。で1、2、3、4、5、6、はい、で5匹抜いてね、えこれ腐ったみかんみたいにね思われたら困っちゃうからね、うん、腐ったみかん、腐ったみかんと聞いて思い出すのものは何ですか。で 1、2、3、4、5、6、ここに6番目に刺して、でこれで編み始めます。1、ね、ここによしつけといてね、はい、つけといて、1目に2目入れて増し目をしていきます。でみかんの方はさっきこれの小さい方、お餅の小さい方が、48目だったので、ちょっと待って、ね、見えねえな、36目でいいかな、ちょっと編んでみないと分かんないけどね。なんかさ、いつもさ、うちのさ、まあお餅のサイズにもよるからあれなんだけど、
お餅のサイズに対してちょみかん大きくねみたいな、ね、あの感じがちょっとあの我が家はそんな感じだったので、それをちょっと再現しようかなと。ほんのりバランス的にはあれちょっと大きめじゃないぐらいのちょっとみかんの大きさにしようかなとそういうところまで再現しようっていうね、うん、なんかいいじゃないですか。なんかそのちょっとあれほんのりみかんちょっと大きくないっていうぐらいのあのサイズね、うん、そんな感じのサイズでやっていこうと思いますよ。はい、で次1個入れて、ここはもう一つ入れちゃうかな。じゃあ2で入れて、でここに1、2、はい、これで36目になりました。はい、36目、ね、36目。次からじゃあこれでいいと思うよ。いいんじゃない、うん、ちょっと頭でっかちな感じが我が家の鏡餅みたいでいい感じだわ。じゃあこれで36目で、さっきはお餅をこれね同じ数を4段編みました。でもみかんはちょっと高さがお餅よりある感じなのでなので5段編みます。はい、36目で5段編んでいきます。1、2。いやさ最近ねまたあれなのよ、こう作業しながらね、っていうのはさ、実はさ今さ別のものをもう一つ編んでて、そっちを取りながら編んでるんだけど、そっちはねちょっとね時間かかるやつだからちょっといつ終わるか分かんないんだけど、ただねちょっとずっと同じことを編み続けるのでずっと取ってもしょうがないんで、まあ一本にまとめようと思って、でそれでまあちょっと時間かけて取ってるんだけどね、うん、でそういう作業してる間ね、まあ取らない間ですわね、いろいろなんか動画を見ながらっていうか流しながらさ作業をやったりする人も結構多いと思うんだけど、編み物動画じゃなくてもね、別のなんていうの他のものを見ながら聞きながらね、まあそれは大体時事だったりすることも多いんだけれどもね、時事系のこと話だったりすることも多いけど、最近はねちょっとねあれですよ、あれですわ、物件系の物件何それって不動産ね、不動産系のやつ見てるわけですよ。で私ね間取り図大好きなわけですよ、うん、間取り図大好きなんですよ昔からね、うん、で間取り図見てはこうなんつうの妄想を膨らまして、自分だったらこんな風に家具を置いてとかこんな家具を置いてなんて妄想するのが好きだから、でそれでね最近だからね、まあよく多分見てる人もいると思うんですけど、ゆっくり不動産のやつ見てるわけですよ。変なアパートとかマンションとかそういうやつばっかりやってるやつね、うん、面白いからさで見てるんだけれども、いやあれだね、なんかああいうの見てると一人暮らししたくなるね今更ながらに賃貸借りて一人暮らししたくなるね、うん、買うのはさ勇気いるじゃない、ああいうさなんていうのちょっと変わった物件とかっていうのはさ買うのは勇気いるんだけど、だけどなんかこうなんつうの借りるにはね、短期で借りるにはでもまあああいうのって結構人気もあったりとかするからね、でデザイナーズだったりもするから家賃とかもそこそこねちょっとお高めだったりとかさあるじゃない、そういうのさ、うん、だからなんつうの実際ね自分が一人暮らしすると言ったらまあ結構な収入がないとまあ住めないのかななんて思ったりもするんだけど、まあ場所にもよるけどね。いやでもああいうの見てるとなんかもう一回なんか一人暮らしやりたいなとちょっと妄想膨らませますわな、どうやって置くかでね、ほら前に言ったじゃない、今度引っ越す予定があるって、うん、でだからそういうのさああいうの見てるとさなんかちょっと一応こうなんていうのかなこう参考になるわけですよ、うん、どんな風にねモデルルームとかからもほら映してくれんからね、でそうするとどんな風にね、レイアウトとかどんな風に家具をどんな家具を置くかとかさいろいろあるんじゃない、うん、ああいうの見てて面白いわやっぱり、そればっか見てそればっか見て最近、うん、時事関係のことも見るんですけど、
ね、政治とかね、うん、それはどっちかっていうとあのキッチン立ってる時とかのが多くて、うん、あの画面を見なくていいやつね、うん、系はキッチンとか立ってる時に聞いてることが多くて、でもほらあれじゃない、あの編み物だったらさ、まあ片手間にっつったらあれだけど、まあ、一応なんていうのかな、がっつりは見なくてもなんとなくチラチラ見れるじゃない、うん、だから見てるんだけどね、いろいろあるよね、なんかほんと一人暮らししたいわ一人暮らししたいわね、あれでほいで自分の好きなようにさ、いや私も一人暮らししてる時はね結構うんあれでしたけど、自分の好きなようにやってましたけど、でもね驚いたね、私らがさ若い時ね、いや皆さん一人暮らししてた方いると思うんですけど、まあうちはね私が住んでたのは 1DK だったんだけど、なんかそこそこの広さあったわけですよ、ね、横浜に住んでて、で狭いところに住むのが嫌だったん で友達なんか学生の時とかワンルーム住んでる人多かったでしょ、ワンルームって当時さ16平米ぐらいが平均でさ、それがもう普通だったじゃない、なんかハンコで押したような、まあゆっくり不動産では金太郎豆って言ってたけどね、まさにみんな同じさ、なんていうの、間取りでさ変わり映えのしないようなさ、同じような間取りで超狭い部屋にさみんな住んでてさ、そこでみんなで集まってさ麻雀じゃらじゃらやったら麻雀禁止になっちゃったとかさ、まあよくそんな話がありましたけれどもね、もうみんな放浪してさまよう麻雀する場所を求めてみたいなね、そんな感じだったんですけど、まあそれ置いといて、で私の部屋なんかはこう 1DK で、まあ結構広めだったわけです、友達と比べても、うん、なんで広めだったかって、家賃の安い路線に住んでたからですあの安い路線に住んでたんだけど、でも他の友達だってまあ同じ路線に住んでて、ただ他の友達はもうちょっと横浜に近かったりとかさ、あとはなんかもっと家賃安かったりね、もちろんね、もともと安い路線だからさ、で狭いところに住めばもっと安いじゃない家賃が、うん、でそんなんでみんなこうワンルームに住んでたわけだけどね、狭いところでね、でそれでさそしたらさ当時はそれが普通だったのにさ、今あんまりないんだってね、そういうあの新しいところでそういう狭いワンルームっていうのをこう作るっていうのはもうないと、だから借りる人いないんだろうねきっとね、わかんないけど、今はなんだっけ25以上30ぐらいが主流ワンルームとか言っててさ、ええー、と思って、私の部屋はね27平米ぐらいあったのかな、うん、だからまああのぐらいが主流になってきてるのかなっていう感じでね、一人暮らしの部屋っていうかその学生さん用でも、うん、じゃあワンルームマンションってどこ行っちゃったのって、今あんまりないとかって言ったって、ないって言ったってあの当時にいっぱい乱立して建てたワンルームマンションはどこ行っちゃったのって話でさ、うん、知らないけど、まあね日本でほら賃貸して住んでるわけじゃないから、もう事情が全然まるっきりわかんないけどさね、あのワンルームマンションっていう昔で言うとこのあの16平米ぐらいのあのぐらいの部屋はもうないっていうね、あんまりないそうね、だから借りる人がいなきゃねそりゃなくなってくんだろうなとは思うんだけどね、うん、私だから、ね、そんなあんな狭い部屋に住んだことないんだよね、一番最初に住んだところも相当古かったけど、相当古いところだけど、それでもそうね25、30の間ぐらいの平米はあったんじゃないかな、あったよ、だってそうだよ、一応だって 1DK だったし、うん、1DK でキッチン6畳部屋6畳だったからね、同じだったね、次に住んでたところとね同じですわ、うん、1,2,3,4 あれちょっと待って 1,2,3,4,5 はい、5段編みましたよ、5段編みました、はい、でこれでキュッとしたらいいんじゃない、ちょっとでかめのあのみかんでかめのみかん、相当でかくなるかなね、でかくなりそうだけど、まあでもこうなったらどうかな、じゃあまあちょっと編んでみて、まああんまりでかかったらちょっとあれだわ、ちょっとね、縮めますわ1,2,3
36だから36だから4でしょ、56で縮めるとね、1234566と。じゃあこんな感じでちょっとみかんを仕上げていこうかなと思いますよ、ね、でもし万が一大きすぎたら一回りちっちゃくしますわね。34で12と。で今住んでるところがうちあのまあ持ち家なんですけどね一応ね、うん、でそこが70何平米だっけ、70平米かな、34全部で何だっけ、70平米ぐらいあるんだよね、何平米だかよく覚えてないや、そんぐらいか、70平米ぐらいか大体。でもなんか日本ってほら本当になんつうの、同じような作りをこう建物同じだったらねボボボンと作って同じようになんつうの向き作ってでなんつうの同じようなってか同じだよね、同じ間取りでバババババって建てるっていうのは普通だったじゃない、今はどうだか知らないけどね、うん、私が日本にいる時はなんか、まあ、そんな感じだったわけですよ。フランスはね結構違うよ、そういう建て方しないっていうかハンデをしたような建て方しないっていうか本当に部屋によって全然間取りが違う、うん、まあ上下でダーッと同じ感じっていうのはあるけど、ワンフロアに例えば4つ、うちはね今住んでるところは全部間取り全然違うからね、うん、そして日本みたいに真四角じゃないから、うん、うちは真四角ですけど、でも真四角じゃない家がほとんどなんじゃない、珍しいんじゃない真四角なんて、ほとんど本当にうちは真四角割と珍しい方だと思うけど、でも60年ぐらいに建てた、一斉に建てたやつなんかは同じあの団地みたいな感じでね、ハンデをしたようなのって確かにあるけど、今度住むところも全然他と違うし、あの間取りはうち1軒しかないから、うん、ほとんど全部は全部あのワンルームとかじゃない限りあれじゃない、みんな間取り違うんじゃない、あの家あのアパートは。で、あの形もさ、ほらあのいびつな形だったりとか普通にするんで、あのあれの場合はフランスの場合は斜めの壁とかこんな普通だよね、だから面白いっちゃ面白いけど住みづらいっちゃ住みづらいんだよね、でもね、うん、でなんつうの、あの変な間取り、本当に狭いワンルームの部屋なんかは本当に狭くって、ねフランスはね 9平米、最低9平米ないとダメなのかな、貸すのにね、うん、でも9平米なんて本当に狭くってさ、うん、うなぎの寝床みたいなとこだけど、でそういうとこ学生さんなんかよく住んでるわけだけど、で友達が住んでてさ、そういうとこ行ったことあるんだけど、なんかあれだよね、もう無理やり作った感すっごいあるよね、うん、昔女中部屋だったさ、一番上のさ階をさ、あの屋根裏、いわゆる屋根裏部屋と言われたその一番上のその一番裕福な人たちが住んでる階よりも上の屋根裏に住んでる女中部屋だよね、要はね、うん、なんかそういうとこに学生とかがよく住むわけです、昔の女中部屋にね、うん、これでねそういうとこ行くとすごいですよ作りがすごいことになってますよ作りが、うん、どうなってるかっていうと、もう無理やり狭いところ、キッチンなんかがさもう半畳ぐらいしかなくって、でそのと隣に、私が一番見た友達の家です一番ひどいな、ひどいっていうかすごいなと思ったのがさ、キッチンがこうあるわけですよ、でここにトイレがあって、ここにシャワーブースがあって、こういう形になってるのね、こういう形のところにキッチンで、入り口ここですわ、入り口ここで入って、入り口がここキッチンですわ、でここがトイレ、そしてここがシャワーブース、だからトイレをまたがないとシャワーに行けないっていう作り、そうそうそう、トイレをまたがないとシャワーに行けない、
で、こっちはうなぎの寝床、ピューっていううなぎの寝床。そういう、その部屋がなんか一番すごいなと思ったね。なんかすごい暮らしづらいと思って。まあ彼女は1年で留学だけで来てたから1年で帰ってったけどね、日本にね。うん、まあすっごい部屋いっぱいありますよ。うん、それ以外にもすごい部屋 あるけど、すごいっていうか、なんていうの、広いくせに、部屋自体は広いくせに、なんていうのかな、要は水回りがすごい狭いくって、なんかカニ歩きして奥行かないとトイレ行けないとかさ、斜めのところに洗面台があって、ここにシャワーブースがこうあって、でここに奥にトイレがあって、でもシャワーブースがこうあるから洗面台って斜めになってるわけね、壁が。ここの一番狭いところは普通にまっすぐは歩いていけませんね。うん、カニ歩きでしょ。そういう部屋とか結構ありますよ、フランスは。なんかそういう、あ、まず私入れてんけどさ、サイズ大丈夫？あ、いいんじゃない、これ。ちょっとほら見て、このね、なんだろうな、まあお好みですわね、お好みなんていうの、このみかんのこのなんていうの、が、いやちょっと私これは大きすぎるわっていう人、このサイズね、大きすぎるわっていう人は一回り小さく作ってもいいと思う。でも私はこのサイズがいい。なぜならうちはこういうバランスだった。我が家がなんかこんな感じのバランスだったんで、うん、私はこのぐらいがいいですわ。うん、面白いわ、この方が。はい。ね。リアリティがあって、妙に。なんかさ、もうちょっとだからさ、一回り小さくてもさ、収まりがいいのかもしんないけどさ、ちょっとそれだと、なんて言ったらいいのかな。こう、なんて言ったらいいのかな。収まりが良すぎる、私的には。うん。私はこれでいきますよ。だから。なので、これで閉じていきます。はい。これで、だから、1、2、で、閉じて、1、2で閉じてね、1、2で閉じて、1、2、はい、で、1、1、21、2、はい、これでね、これでいいんじゃないですか。で、これでちょっとこれで止めます。これで、あれだわ、大体の大まかなパーツがこれで3つで揃うわけですけど、でもこれだけで終わるわけじゃないですよ。もちろんこれだけでは終わりませんよ。1閉じてね、ちょっとこれでどうよ、どう、いいんじゃない、ちょっとどうよ。でやっぱりこう、なんていうのかな、リアルを追求するためにね、私はね、これをね、こうくっつけたりしないでおこうかなと思ってるんだけど、ちょっとわかんないからちょっとこれ残しておきますね。こっちは切っちゃったけどね、これは別にいいかな、つなげなくてもいいじゃん、これリアリティがあって、なんとなくこうやって一生懸命乗せる感、これ一生懸命こうやってバランス取って乗せる感じが乗らないみたいな、ちょっとこういう曲がった感じ、よくない。で、これでみかんの葉っぱ、はい、次葉っぱね、これ緑さっき出しました、緑で葉っぱを作ろうと思います。葉っぱはどうやって作ろうか、こうやってこう、ちょっと待って、こうやってで、1、2、3、4、5、5くらいでいいか、小さいからな、こっちでいいか、こうしてひき抜いて
次隣行って細編みして、次引き抜いて、もう一個隣行って引き抜いて、まあ、これで止めます。はい、終了、終わり。はい、こんな感じ、ね、こんな感じでいいんじゃない。で、こういう時はちょっとこう縛って、これを2つ縛ってね、縛ってこうだよね、この方向だから、こういう感じでつけるといいんじゃないですか。はい、これをちょっと中心に向けて入れて、こうして、で葉っぱの方向はこうだから、これでいいね、これでいいんじゃないですか。こうでいいんだね、こう、はいはいはい、もう単純です。こうやって巻いて中心にもう一度戻して、でちょっとこう、なんていうの、こうね、真ん中にこうして模様を描くような感じで、こんな感じでいいと思います。ブサッと刺して抜くとね、これで、でこっち側のやつも糸処理すれば OK みたいなね。中心だな、真ん中に入れよう、真ん中に入れて通して、こんな適当だからね、もうね、見た目の問題でもう正解はないですから、お好きなようにやってもらっていいと思うんだけど、あえてのこういう感じ、立っちゃった。あ、いいんじゃない、ちょうどいい感じじゃないね、ほらほら、どうよ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、はい、超適当、何のプランもございません、即興でやってる感じですから、こんな感じでね。よし。で、あとはプイプイと、プイプイと。どうよ、みかん。ここまで完成しました。こんな感じです。はい。で、この後、何を作っていくか。はい。次。え？緑。何作るの？裏白を作ります。裏白。まあ、ちょっと、そうね、簡単な裏白にしようかなと思ってんだけど、簡単な裏白なので、なんつったらいいの、本物とはちょっとね、同じようにはちょっと作れないと思うので、そうね、どんぐらいの大きさにしようかな、あんまり大きくしてもねあれだから、よし、適当です、これも全て適当で、こんな感じかな。そしたら、1、待って、で、そしたらこれを、どうしようかな、ここだね、やっぱりね、こうやって戻って細編みして戻って、はい、戻って、で、今度は、お隣から、1、2、3、4、5、で、
戻ってね、三で、ここでちょっと細編みして、こんな感じかな。で、また1、2、3、4、5、引き抜き、引き抜き、細編み、引き抜き、引き抜き、引き抜き、細編み、鎖、引き抜き、もう本当に葉っぱは適当ですね。ちょっと待って、引き抜きする場所重要かも。結構こっち1本、向こう側2本で引き抜いた方がいいね。ね、こっち1本、向こう2本で引き抜く。で、もう一度こっち1本、向こう2本で引き抜く。で、ここでこっち1本、向こうで2回細編み、1回でもいいけど。で、また根元で引き抜いて、隣に引き抜く。そして隣は細編みで1、2、3、4、5、6と。こうなってますけど、こっち側にもやりますんで、逆側も。で、違う。引き抜く。引き抜いて、引き抜いて、細編み、細編み、で、また引き抜いての方がいいかもしれないな。引き抜いて、引き抜いて、で、隣移動。引き抜いて、で、もう一個隣に細編みして、1、2、3、4、5、6ぐらい。ちょっとやってみますわ。ちょっとやってみますわ。どんな感じになるかね。はい。続けていきます。はい。とりあえず、はい。裏白できました。はい。 まあ、それっぽいんじゃない、このこのクリンクリンってなってるやつもね。ね、いい感じじゃないのね。で、これこうやってつなげて置いとけばね、こうじゃあ結んじゃおうかな。こう結んでおいたらいいんじゃない。これちょっと止めといて、あ、これ方向気をつけないでね。これが表なので、裏白はひっくり返して裏の部分、白い部分を表にしてね、やるんですよ、皆さん。ね。まあ、ご存知だと思いますけれども。はい。こういう感じで。あ、落っこちて。こういう感じで、着々と出来上がっておりますよ。着々と出来上がっております。はい。不安定だな。まあ、でもあれだよね。鏡餅って不安定だよね。うん。こうやって。あ、いい感じじゃないの？これ。ちょっと、ほら。ね。クリスマスのものは何にも使わないんですけど、基本的にね。うん。正月のものは作りたいっていうね。日本人だね。うん。はい。というわけで、ここまで出来上がりました。次、何を作るか。え、まだ作るのって。まだいろいろありますよ。ちょっと、こう、ちょっとこうやって置いといて。え、まだ、あ、こう、入るように置いとこうか。ね。で、次、何を作るか。次必要なのは、まあ、どうしようかなと。なんかこう、なんていうの、縁起のいい、なんかこう、海鮮物をね、こうやって、つけなきゃいけないっていうか、つけるものなんだけれども、
まあでもそれはちょっと省こうかなと。うん、それを省いて次何を作るかって言ったら、今回はちょっとこの以前使っていた毛糸を使って紙代わりね、紙、下に敷く紙ですよ。この細いのでね、編んでこうっていうね。でね、四角なわけです。で、どうやってね、四角をやろうかなと思った時に、まあちょっとね、最近全然やってなかったので、久々にこのやり方でやろうかなっていう思ってるものがありまして、それは何かというとですね、あの、あれですよ。まあモチーフをどんどん広げていく方式で編んでいこうと思うんですけど、これで1、2、3と立ち上げて、長編みをまず3つとか、まあとりあえずこうね編んで、で1、2として、でまた長編みを3つ入れます。これグラニースクエアを編む時と同じようにね入れてきます。で1、2、相当これね、ちょっと紙じゃない糸が細いんで、でもなんかこう素材がねちょっと違う方がいいかなとか思ったんで、まあ、ちょっと古い糸を引っ張り出してきて使っちゃおうかなと。1、2、これは古い糸っていうのは、これ私があの好きな糸ね、これね、デンマークのやつのね、それの白なんだけど、白だけやったらこれ細いんだよね。うん、で3つ、そして1、2とやっといて、でとりあえず真ん中を締めます。でこれさ、実はさ、この糸はさ、クッションカバーだったんですよ。クッションカバーだったやつをちょっとほどきまして、うん、ほどいたんです。全部っていうか、モチーフだったんだけど、モチーフをつないでいた白い部分、この毛糸を使っていた部分をほどきました。でモチーフ自体は普通の柄のところはまだ取ってあって、それどうしようかなと思ってちょっと悩んでんだけどね。うん、はい。でこれで1、2、3、3個立ち上がってる、ここね、ここに入れて引き抜いて、でどうするかというと、1、2、3で立ち上がって、で普通に頭に次入れてきます。1、2と入れて、でここ角っこに1、2、1、2と入れて、2個入れて、1、2、角っこ2個編んで、3個でもいいかな、3個でもいいけど、1、2、1、2と、で頭を取って、1、2、3と編んだら、またこの角っこに1、2と入れて、おー、ちょっと待ってね、はい、こうやって立ち上がったら、ここお隣からまた長編みを1、2、3、4と入れて、ここ角っこに来たら長編みを2つ入れ、角っこを2つ鎖編みをして、また角っこに長編みを2つ入れて、ね、これだとさ、編み上がりも早いしさ、で四角になるじゃん、均一にっていうか、一面の
これでちょっとね、ある程度の大きさ編んでいこうと思います。なんつったっけこれ、なんとかスクエア、なんつったっけかね。はい、こんな形で出来上がってまいりました。はい、ちょっと崩しますよ。はいね、これ本来は本当は赤です。ここね、本当は赤ですが、赤ないんで赤っぽいやつを使って、こんな感じで、でこれ乗っけるわけですね、こういう感じで、あ、これね、これをまず乗っけて、こういう感じで、これこのままでいいかな、切らなくてもね、このままでいいかなと思ってんだけど、こうやってで乗っけて、ここまで来た。でなんかうまいことこうやればちゃんと乗っかるんで、これはちょっと切っちゃおうかなと思います。はい、まあ本当にね、必要だったらまたつけりゃいいんでね、ちょっとこれグッとやってこうね、出してね、こうやってね切っちゃいますよ。まだ完成じゃないですよ、でもまだ完成じゃないですよ、まだ作りますよ。っていうのはですね、さっきもちらっと言ったけど、箱ね、箱、この下普通箱に載せるわけですよ。だけどまあちょっとね、編み物で箱ね、ちょっと用意したんですけど、黄色い箱ね、用意したんだけど、ちょっとそれをやると安定感が悪いなと思って、編み物でやるとね、やってもいいんだけど、なのでちょっとその代わりに薄っぺらいけど、こうちょっともう一つ下に敷くものをね、ちょっとこの黄色で、でも黄色だけじゃないけどね、黄色とあとね、なんだろう、黒だな、黒、なぜ黒を使うか、黒のね板にね載せるところもあるので、真ん中を黄色にして周りを黒にするかな、それを1枚またこういうやつを作ろうかなと。それであとは紐作って完成かな、紐はこの残ったやつをねちょっと使って作っていこうかなと思うんですけど、でまあどうやって編むかっつったら、これ編んだのと同じような感じでね、ちょっと編んでいこうと思うんで、ちょっと暖房がまたつけっぱで暑くてね、つけたらつけたで暑いし、消したら消したで寒いんだよね。あ、こうじゃないや。同じように、作っていこうかな。それとも、あれちょっと待ってね。どうしようかな。はい、いいです。同じでいきます。はい。で、これで、ね。1、2、3と、ね、同じように作っていこうと思います。で、中心部分が黄色にして、周りを黒にしていこうと思います。と思ったんだけど、ちょっと変える。ね、変える。こっちの色にします。はい。こっちの色で、ちょっとやっぱりやろうかなということで、ビロンって出してあるんですけどね、ね、なんかこっちの色の方はちょっと高貴な色じゃない？さっきの黄色より。なのでやっぱりこっちでやろうと思って、やっていこうと思います。はい、やり方は同じね、これでやったのと同じやり方で、真ん中を黄色にして周りを黒っていう感じで、ちょっとちゃちゃっとやっていこうかなと思います。はい、やっぱりやめたわ、あっちの黄色で迷ったんですよ。最初迷ってどっちの色にしようかなと思って迷ったんだけど、これだとね、ちょっとこっちのあのみかんの色と近いなと思って、だからあっちの色にしたんだけど、やっぱりこっちの方がなんかしっくりくるなと、思ってこっちにします。はい、おはようございます。一晩経ちました一日でできると思ったんだけど、ちょっと遅くなっちゃったんで、いろいろ考えてまたね、試行錯誤ちょっとしちゃったんでね、で何が出来上がったかというと、こんな感じで1枚布切れのようなものを作りました。でこれどう使うかっていうと、こうやってね、さらにこの下に載せるわけです。こうやってこの下に載せる、地下この下に引くわけですね。あ、なんでこんなことすんの。いや、本来だったら箱の上に載せるわけですよね。箱の上に載せて、この紙のようなものをペロンと敷いて、そして裏白を敷いてね、お餅を乗せて、みかん中華ね、こう柑橘のこういうものを乗せるわけなんですけれども、ですね、これがね、あってもなくてもいい、あってもなくてもいい、本当は箱を作りなかった、でも不安定だからちょっとやめたね。私は基本的にはこれ、このまんまバラのまま
よりリアリティを高めようという魂胆でございますので、ね、だけどいかんせんちょっとこれちょっと寂しいかなとね、これまた 何を足そうっていう話なんですけど、うん、ということでね、もう一枚作りました。はい、もう一枚です。はい、でこのもう一枚で何をしようかっていうとですね、これをこう合わせてお座布団にしようとね、お座布団にしようという魂胆でございます。というわけでね、これをね剥ぎ合わせていきたいと思います。でね、お座布団するってことは中にいくらか綿を入れようというわけですよ。これは穴開いてっからどうしようかなと思ったんですけど、まあでもそのまま入れちゃっていいかなと。そんなにねいっぱい入れるわけじゃないから不安定になるから、やっぱりね、だからうっすらとちょっと入れようかなっていう感じなので、ちょっとねじゃあねこれをねつなげていこうと思いますよ。いや、やっとここまで来ましたよ。でもこれで昨日の、昨日から始めて、ね、ここまで来てますからね。ちょっとかなりいい感じで、編み進めることができるので。で、これこうやって同じとこ2回通し。なぜ黒なんでね、ここ。黒なんで、見えません。見えませんので、ちょっとうまく、なんていうの？ミスしないで、つなげられるか。ちょっとおっかないんですけど、まあ、とりあえずでもこうやって全部つなげていけるかな。はい、見えません、見えません、マジで見えません。朝なんですけど天気も悪いからお日様の光がね入ってこないんで、ほぼね夜と同じ状態ですね、視覚的には。とにかくこれでちょっと塞いでいきたいと思います。はい、しょ、はい、座布団投げてみましたけど、はい、座布団、お座布団出来上がりました。いや、直接ちょっと綿入れちゃったんですけど、まあ本来であればね、なんかもう一枚こう布の中にこう綿入れて、それで、あれしてあげるのが一番いいのかなと思うんですけど、綿ね、入れてあげるのがね。まあでも今回はちょっといいかなという感じで。今回はちゅうか、毎回そんな感じでいい加減なんですけど、まあ見た目チラッと見た目そんなにわかんないし、まあいいかなという感じで、こんな感じでちょっとお座布団作りました。はい。で、これをですね、ね、お座布団。箱の代わりでございます。ね。ちょっと真ん中をさ、やっぱりこうやって、で端にちょっとさ、綿をこうやって、ちょっと寄せ気味にしてね、こうやって。ね。で、これを、布切れをこう。これ本来は紙ですよ。本来は紙の役割をするものでございますけど、紙がやり、いるわけですけど、でこうやってちょっとこうね、あ、ちょっと待って、裏地をこうひっくり返してね、裏ですから、はい、裏ですからね、裏の白いところを表に出すわけでね、こうやってね、でお餅、はい、1段目、はい、で2段目、3段目、これでいい感じですよ。どうですかこれ、ちょっとね、ちょっとで、これにさらにちょっともうね、作ったんだ。紐。ね、紐作りましたよ。紐は昨日の夜作りました。ね、いつものように、ちょっと。これだからね、3色みたいな感じでやってもいいかもね。白と、赤と、あとこの黄色ね、黄色っぽいやつ、金の代わりですよ。金色の代わりですよ。ね、こんな感じで、こういう感じで、いいんじゃないですか？こう、ね、ほら、ちょっと可愛い。ちょっと見てくださいよ。いや、これ動画ね、動画じゃないや。上から撮ってっからちょっとあれかもしれないけど、まあもちろん後でお写真はね、ちゃんと全体像のお写真は出しますけれども、まあこんな感じで。一応完成ということにしようかなと、これでいいんじゃないの？十分。本当はね、この白い、あとはビロ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 って高校から出るやつとかね、いろいろ。それはもう好みでね、うん。もうどれぐらいつけるか、あとエビ作ろうかとかさ、なんかさ、昆布とかなんだろう、いろいろね、こう、乗せたいもの、うちはなんかこういうなんていうの、紙でできたこのセットの中に入っている紙のね、でできたエビをペタンと貼ってたりとかねそういう感じでしたけど、まあそういったものもね、こう自分で作ったりとかして、でね、まあコトブキなんつって入れてみたりとかね、まあいいんじゃないですか。私はもうこれだけでシンプルで、これでいいんじゃないかなと。シンプル？いや、相当でも手込んでると思いますよ。ちょっとこんな感じ、ちょっとこんな感じです。こんな感じになりました。はい、いかがでしたでしょうか。はい、というわけで完成。パチ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 。いや、
できたできたね、できた、出来上がりましたけれども、まあまあ作り方といってもね、そんなになんていうのはああだこうだ難しい作り方っていうのはそんなないんで、もう基本的にはこんな基本的な編み方のものばっかりなので、あとはもう目数だけなんでね、うん、なのでそれほど難しいこともないと思うんですけど、まあこんな感じで皆さんも、鏡餅作る人いるのかしらよくわかんないけど、作ってみてはいかがでしょうかということで、今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。まあクリスマスも終わりまして、何やら嫌なニュースが昨日ね、まあ今日26日なんですよね。昨日25日だったんだけど、クリスマスでね。で、嫌なニュースも飛び込んできてっていうのは、なんか文部省じゃないや、なんだ、文科省が、なんか新しいオミ株の人と、何濃厚接触した学生は受験させないとか、ふざけたこと言ってるんだけども、アホかと。ね。どんだけ学生たちのさ、なんつったらいいの、いわゆる普通の、生活を犠牲にしてきたかって、さらにね、リアルな、今のリアルタイムな生活だから、学生生活だよね、それを犠牲にしてきたのに、この先の学生生活までこう犠牲にさせようとしてるっていうね、もうひどい仕打ちがあるわけで、仕打ちっていうかね、あれはちょっとありえないなと思ってるんで、なのでね、そういったなんて言うんだろうな、ありえない、本当ありえないっていうか、普通に考えたらありえない、それオミ株以外の株の場合は、なんかこう、なんていうの、そんなことをね、処置いろいろしてたけど、その当日、要はだから全然受けさせないっていうことではないけれども、その当日には受けさせないっていう、だから要は追試みたいなね、後で受けろっていう話になってるわけでしょ。ちょっとそれはありえないんじゃないのって。だって自分が感染してるわけでもないのにさ、濃厚接触してさ、だってあれでしょ、あれじゃん、だって不可抗力じゃん、だってはっきり言って、クラスで例えばだよ、一人かかった人がいたらさ、クラス全員がさ、濃厚接触者っていう対象になっちゃってさ、その、なんていうの、感染しちゃった人だって、いたたまれないし、クラス全員の恨み買っちゃうよね、下手したらっていうさ、そんなことをね、させるのかと、学生に、そんな、なんだろう、負の、なんていうのかな、なんていうのかな、そういう記憶っていうかさ、そういうのをさ、植え付けるわけでしょ。僕一人のせいでクラス全員が受験できなかったなんてことになったらどうすんのって話でさ、頭おかしいよねと思って、もう狂気だよね、狂気、本当に狂気って狂ってるってことですけどね、狂った気ね、もう本当狂気の沙汰としか思えませんということでね、私はね、あれですよ、今のこの現状、オミカミが出てきてね、喜んでる人が多分いるんだと思うんです。またほら、なんかこうやって締め付けだな、ああだこうだ、いろんなね、いや、薬関係もそうだけれども、あれもこれもやった、100方またこうやってできるぜ、あんな風にできるぜ、なんて言ってね、北斎に出るやつがね、なんか5万とね、この世界にはいるんじゃないかという気がしてしょうがない。いや、実際いると思いますけど、実際ね、うん。だからもうこのオミカミが出てきてくれたことで、いや、出てきたっていうよりも作ったのかもしれないけどねっていう話で、なんかそんな風にも考えてるんでね、ちょっとね、またざわ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 、ちょっと胸がざわついてます、そういうところでは。うん、自分はね、いいんですよ、落ち着いてね、別にあれですよ、お注射のね、外側にいてね、私はのんきにね、自分のライフを楽しんでいますよね。自分の願なんて思うようなっていうかさ、なんかスタイルで、自分のその考えるスタイルで自分の生活を送ってるわけだけれども、だから感知はしてないような感じだから、もう前にも言ったけど、パラレルワードみたいな感覚でね、私はさ、いてるんだけどさ、でもそれでもそういうニュースを聞くと、いや本当になんだろうな、そういう学生の気持ちを考えるといたたまれないなっていう気がします。というわけで、最後にちょこっと話を入れてしまいましたが今年もそうですね、あともう一本出す予定でいます。はい。で、今、作ってる途中のものがあるんで、それをね、もうね、撮ってあります、途中までね。うん。で、それをなんとか終わりにして、今年中に出したいなと思ってるんですけど、はい。というわけでございます。で、あともう一つお知らせですね。お知らせっていうか、お礼ですね。はい。先日、ようやくと言いますか、とうとう、4000人ね、4000名様突破っていうことでね、そんな感じで、着々と登録者様数が、増えていってるわけでございますけども、本当に皆さんどうもありがとうございます。言葉も悪いですしね、なんかもう、なんか、
ムラもあるし、なんかなんて言ったらいいの、あの話の内容にもムラあるかもしれないしさ、うーんと、なんだろうな、まあ偏った私の考えの中で喋ってるわけなんですけれども、まあそんな中でもね、そうやってね4000人の方が登録していただいて、まあ私の中では楽しくやらせていただいてるんで、非常に感謝しております。本当にありがとうございます。というわけで、これからもね、まあ今年もね、うん、楽しい1年をね、まあこの動画のおかげでね過ごしてきたこともありますけれども、うん、過ごさせていただいたってこともありますけれども、まあ来年もまた頑張っていきたいなと。いや、まあ、まだ今年の挨拶ってわけじゃないんですけれどもね、うん、でもまあもう一回ぐらい、まあ、動画出すと思いますんで、はい、というわけでございます。はい、では師走ということでね、慌ただしいね、時間を皆さんお過ごしかと思いますけれども、まあ体に気をつけてね、はい、年末年始楽しい時間をね過ごせたらね、いいなとね、過ごしていただきたいなと思ってますんで、はい、というわけで、まあ次回の動画もでもね、またすぐにねお会いしましょうということで、はい、じゃあ本日はこれまで、じゃあさよなら。でね、本日のおやつを用意してたんだけどね、タイミングが悪かってね、今日できんかったんで、次の動画でやります。はい、次の動画で、うん、賞味期限があるんでね、やばいんでね、30日までなんで、それまでにやらないといけないかなっていうわけで、はい、じゃあね、バイバイ。